バレーボール男子日本代表の石川祐希主将、28、が、超マイペース、な一面を暴露された。1日、同代表の西田有志、24、高橋藍、22、と共に都内で、アシックス×バレーボール男子日本代表トークショー、に出席。抽選で参加した約50人のファンの前で、公私ともに親交の深い後輩2人から、卵かけご飯の食べ方について指摘を受けた。トークテーマは、直してほしいところ。最初に話を振られた高橋は、石川選手はやっぱりすごいルーティーンとかもあって、こだわりがすごく強い、と切り出した。そして、卵かけご飯を食べる時にも、その、こだわり、が発揮されると説明。白身がとろっとしてるのがいやらしくて、そこを全部取ることはできないんで、塊みたいなのを取って混ぜ始める。その混ぜるのが、異常に長い。朝から横でチャガチャガチャガチャと、と、笑顔で不満。を打ち明けた。すると西田も、石川は、超マイペース。ゆっくり自分のペースで過ごすタイプ、と賛同。ずっと混ぜてて、カチャ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 言ってる、とうなずいた。これに、石川は、自分でも長いと思う、と自覚はある様子。バレー選手以外がいる場面では、ちょっと控えめにするようには意識しています、と恥ずかしそうに白い歯をこぼした。すでにパリ五輪出場を決めている男子日本代表は、前哨戦となるネーションズリーグ VNL に参戦中で、今月4日からは予選ラウンド第2週福岡大会、北九州市を迎える。4月末までイタリアリーグを戦った石川と高橋は、今大会から A 代表に合流予定。石川は、いいパフォーマンスが出せると思うので、楽しみにしておいてください、と呼びかけていた。